改めまして、プレスウルトラ、緑谷イズク役の山下大輝です。プレスウルトラ、雷電気役の畑中佑です。そしてゲストはこの方。僕の名を生涯忘れるな、インゲニウム。お前を倒せ、ヒーローの名だ。はい、プレスウルトラ、飯田天矢役の石川海人でーす。朝からありがとうございます。絶好調よ、声起きてますよ。やばいやばいやばい、起きてる起きてる、大丈夫。全然もう自分の今トークバックを聞いて、あーおやおやおやってなりましたけれども、なんで反省するんですか。いやこのセリフは正直アフレコの時何度も取り直したじゃないですか。そうね、すごくこう決意とで、インゲニウムの頃を名前だけ単体で呼ぶのがすごい難しくて、これ名乗りなのにインゲニウムを呼んでるみたいになっちゃって、この聞こえがすごい難しくて何度も取り直したみたいな話を今日はしに来たわけですよ。その通りだね。もう早速ありがとうございます。エンジンかかってますよ。大丈夫かな。そんなお話をねバリバリしていただきたいなと思うんですけどもね。ぜひ。いや、カイト君はね、2回目第2期となっては2回目の登場でございます。そうなんですよ。何度出たい出たい言ったか。いやいや、でもね、この回があるからこそ、ステインとの戦いがあるからこそ、そのね、体育祭の時はね。そうですね。体育祭の時は、めちゃめちゃ活躍しましたよ。秘密兵器なわけよ。秘密兵器。自分で言うな。もう、1A の秘密兵器なわけよ。委員長よ、委員長。でも、秘密兵器。お前は秘密兵器だよって言われてる側の不安と言ったらないよ。本当に。